アウトドローもホセカルロスパーチェは、ブラジルの南部サンパウロ市にあるサーキット。インテルラゴスとも呼ばれる。会一ブラジル GP が行われる。地図サンパウロ近郊のクアラピランガコとビリングスコの近くにあるサーキットで、インテルラゴスは、湖の間という意味がある。もともとインテルラゴスの湖畔地域は、サンパウロでは著名な別荘地であるものの、サーキット周辺の土地は、 湖からも遠いため、不動産業者が宅地開発に不向きと判断して1930年代にサーキットを建設し、1936年にオープンした。しかし、1960年代以降のブラジル経済の急成長により、サーキット周辺に住宅地が形成され、さらに2000年代には近隣に地下鉄駅もできたことから、現在は、 高層アパートが立ち並ぶベッドタウンになっている。サーキット名は1970年代にブラバムに在籍したサンパウロ出身の F1 ドライバー、ホセカルロスパーチェに由来する。パーチェは1975年のブラジル GP で地元において、会一初優勝を達成し、エマーソンフィッティパルディに次ぐチャンピオン候補と言われたが、1977年に、 飛行機の墜落によって死亡した。1936年の開設後、サンパウロ周辺で最大のサーキットであることから、海1から国内選手権、地方選手権まで多くのレースが開催されている。ブラジル GP 初開催は1973年。南米における、海1開催は1998年まで、アルゼンチン GP が行われていたが、現在は当地で行われる、 ブラジル GP のみである。旧レイアウトでのグランプリ開催は、グランドエフェクトカーの台頭による安全面の問題やサーキット周辺の治安悪化問題が原因となり1980年で終了し、1981年からはリオデジャネイロのジャカレ・パグアへ移った。その後レイアウトを短縮し、1990年にブラジル GP の開催地がインテルラゴスに戻り、 最初の優勝者はアランプロストとなった。なおジャカレ・パグラはその後廃止された。1991年から2000年までの10年間のうち1993年のアイルトンセナ以外はこのグランプリの優勝者がワールドチャンピオンになっており、一時はブラジル GP を制す者はタイトルを制すと一部でジンクスのごとく支え、2004年以降は シーズン終盤の開催となり、2005年から2009年まで5年連続でチャンピオン決定の場となった。サンパウロは標高800メートルの高原地帯に位置するため、天候が変わりやすく、レース中に通り雨が降ることがある。ブラジル GP では1993年のセナの逆転優勝や2003年の赤旗レース終了前にトップとなったジャンカルロフィジュケラの逆転優勝。 2008年の最終ラップのチャンピオン決定劇といったドラマを演出している。2016年10月に行われたサンパウロ市長選挙で当選したジョアンドリアはインテルラゴスサーキットの民営化を積極的に進めたいと語っている。2017年、インテルラゴスは補助金打ち切りにより資金難に陥ったが、 ブラジルでの開催を重視したバーニー・エクレストンは2018年から2020年までの開催権量を免除する救済策を実施、引き続きレースの開催が担保された。会一の経営がリバティメディアに移っても契約は遵守されたが、2020年のブラジルグランプリ開催は2019、新型コロナウイルスの感染拡大により中止が決定。 開催権量免除は2年間にとどまった。旧コースと新コースホームストレートエスドセナ級レイアウトは全長約8キロメートルの非常に追跡かつ起伏に飛んだロングコースで現在のコースの外側を大きく外周し、現コース部分をインフィールドエリアとして活用するサーキットであった。現在の旧コースは1コーナーの先をスタンド兼駐車場として活用されているほか、 吸インフィールド部分も一部が取り壊されている以外は、ほぼ残っており、ヘリコプターからの空撮時等に確認することができる。1990年に約4 3トルに短縮する大回収を受け、新しい2コーナー6コーナー間は、旧コースを逆走するレイアウトを取り、小変更を加えながら、現在の形になった。2006年までは、 路面の起伏が激しく状態が良くなかったが2007年に再舗装され路面が滑らかになった。20世紀中に作られた開一開催サーキットとしては珍しい左回りのレイアウトを持つ。各所にロングコーナーがあるためドライバーの首への負担が大きく、特に6.7コーナーでは開一サーキット最大の 5G がかかる。下り勾配のホームストレートエンドにあるにコーナーは 地元の英雄であり、サーキットの再改修に、アドバイザーとして携わったアイルトンセナの名を取り、エースドセナと命名されている。3コーナーの、クルバドソルは、土地が低いため、ウェットレースでは、コース上に川ができ、ハイドロプレーニング現象による、コースオフを起こしやすい。かつては2コーナー出口にピットロード合流地点があったが、安全面から3コーナー先に変更された。バックストレート、 出たオポスタの先にある複合の4.5コーナーは1コーナーと並んでオーバーテイクポイントとなる。コースはそこから上り坂となり高速の6.7コーナーを経て低速のインフィールドセクションに入る。この区間はラップタイムへの影響が大きいため空力セッティングはダウンホースレベルを強めに設定する。ヘアピンを立ち上がると下りの高速コーナーを通過し12コーナー。 純環音で急減速。あとは緩く、左にカーブした上り勾配を全開加速する。この最終区間ではエンジンパワーが要求される。最終15コーナーはピットロード入り口をまたぐラインを走行する。当時は一周に要する時間は72秒ほどであったが2017年度に海一のレギュレーション規定が改革されたことにより、海一の コーナリングスピードアップのおかげで一周に要する、時間が70秒を切る68秒ほどとなった。これは2017年現在の F1 開催サーキットの中では、レッドブルリンクに次いで2番目に短い。以前より、ホームストレートの手前14コーナー、そびだ、ドスボセクセス付近の危険性が指摘されており、近年では、負傷事故の他4件の死亡事故が発生している。 アウト側にタイヤバリアはあるが、エスケープゾーンが非常に狭いため、クラッシュしたマシンがコース上に跳ね返され重大事故につながるケースが多い。2003年の F1 では、マーク・ウェバーが14コーナーでクラッシュし、後続のフェルナンド・アロンソが破片に衝突する多重クラッシュが発生し、アロンソが負傷した。2007年には2月にオートバイレースでライダーが死亡し、12月9日に開催された。 ストックカー V8 ライトでは、ラファエル・スペラフィコがクラッシュ。後続のレンタオルッソが衝突し、他の車両数台を巻き込む多重クラッシュにより、スペラフィコが死亡した多多数の負傷者を出した。2011年には4月3日と4月17日に、ストックカーレースで立て続きに事故が発生。3日は、豪雨の中の多重クラッシュにより、グスタボ・ソンダーマンが、17日には67歳の、 パウロクンゼが横転事故によりそれぞれ死亡した。これを受けブラジルモーターレーシング連盟及び国際自動車連盟のチャーリー・ホワイティングによる検討、視察の結果、2012年前半に2つのグランドスタンドを撤去し、14コーナーと15コーナー間にランオフエリアを設置することが決定された。しかし2014年11月30日の WEC では LMP1、 H クラスのポルシェ919ハイブリッドに乗る、ウェバーが14コーナーでクラッシュし、LM、GTE クラスのフェラーリ458イタリアを巻き込む多重クラッシュを起こした。ブラジル国内レースでも使われているコースだが、常設の観客席は少なく、毎年、会一のグランプリ期間前に特管工事で仮設スタンドなどの整備をしている。管理が行き届いているとは言えず、2000年には、 予選中にメインストレート脇の看板が相次いでコース上にラク化したことで赤旗中断を繰り返しそのうちの一度は走行中のジャンアレジを直撃するというハプニングが起きているピット施設が老朽化している上にピット裏のパドックエリアも狭いため大掛かりな回収が予定されている計画では現在の三コーナーと四コーナーの間のストレート区間へピットを移設し ここに新たなスタートフィニッシュラインが置かれる。公共交通機関によるサーキットまでのアクセスは地下鉄とバスを乗り継ぐ必要があったが、サンパウロ州知事であったジェラルド・アルキミンがサンパウロ市内の鉄道 CPTM の c 線をインテル・ラゴスサーキットまでの延伸すると表明。2007年10月に c 線改め9号エスメラルダ線の路線延長が完了し、 同年10月17日、サーキットの東約500メートルほどの地点にアウトオドルモ駅が開業し、郊外鉄道から徒歩でサーキットに向かうことができるようになっている。サンパウロ市街の高層アパートが立ち並ぶ住宅地にあるためアクセスは良いものの、最終コーナーの奥にはスラム街があるなど周辺の治安は良くない。特にグランプリウィークになると、 レース関係者を狙った盗難や強盗事件などが頻発しており、レース関係者であることを隠すためにチームスタッフに対してサーキット外でのチームユニフォーム着用禁止を発令しているチームもあるほど。2010年にはジェンソン・バトンを乗せた車が武装した強盗団に狙われ危うく難を逃れるという出来事があった。なお、ルーベンス・スバリチロの実家はサーキットのすぐそばにあり、 ここで初期のレースキャリアを過ごした。バリチェロにとってブラジル GP はご当地レースであったが優勝することは叶わなかった。ありがとうございます。